はい、おはようございます。栃木のたけし農場です。田んぼの掘りざらい、最難波2日目です。で、今ね、遠くから見ましたら全体の6割ですね、半分ちょっと終わってます。ですから今日頑張れば残り4割できちゃいそうなんで、朝早く来ました。で、地面はちょっと凍ってるかな、あ、凍ってねえか、なんとかなるかな。はい、今日頑張ってやりたいと思います。で、今の天気はちょっと薄曇りですね。はい、でもまあこういう作業結構体力使いますので、こういう作業やるのにはいいのかなと思っております。よっこいしょ、おっと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 、あららら、やっぱり凍ってますね。凍ってるけど、まあそれほど極端にやりにくくはないんでやります。で、体の調子もね、右肩に若干違和感ありますが、まあこれ許容範囲かなと、疲れてんのかなと思えるレベルなんでね、まあこれが筋肉痛が出るとかね、そういう状況なら少し考えて体力回復するまで違う仕事をするんですけどね。よいしょ、今のところ大丈夫そうですね。ただこういう仕事もね、めったにないんでね、体がちょっと悲鳴上げるっていうのは仕方ないのかなと思っております。よっこいしょ。で、今日はね、水分の方も冬の農作業の時ってあまり飲み物とかそういうの持ってこないんですが、今日はもうしっかり、よっこいしょ、水分の方も持ってきましたんでね、途中で、水分補給に変えるってことはほぼほぼないのかなと思っておりますと、はい、今いつもですと10時近くなっちゃうんですけど、今日は8時半かな、結構早く出てきてます。まあ午前中には終わんないよね、午後までかかっちゃうよね。まあそのぐらいのスケジュールでやれればいいのかなと思っております。あ、こんな石も出てきますからね。はい、で、まあね、最近はやっぱり昨日も動画に上げたんですが、つなぎが切れないほど太っちゃいました。今もう70キロに王手かかっちゃいました。で、自分はサラリーマン現役時代71キロまで太りましたんでね、それに王手がかかっております。ちょっとその太った時からですと5、6年経ってるんでね、年は取ってるんで体に対する負荷は前よりも大きいんでね、これはそろそろ リセットしないとやばいぞと思っております。で、なかなかね、運動で体重減らすって言っても結構厳しいんで、まあ食事制限ですよね、うん、こういう仕事毎日ってわけにも いかないんでね、それほどないし、よっこいしょ、これも結構きついんでね、まあ運動以外で減らすっていうのはもう食事制限しかないんでね、まあちょっと食事の量を減らして、まあダイエットしようかなと、まあその様子はね、細かく YouTube に上げようかなと思ってるんですけどね。はい、そういうことでね、今日もよろしくお願いいたします。やっぱり楽だからって言ってゴムのトレパンみたいな具合よくないよね。確かにこの ジーパンみたいなのはね、ウエストの、サイズが決まっちゃうんで、太ったや痩せたってのも分かるんだけど、ゴムの場合は伸びますからね、全然自分で太ったの気がつかないと。まあ重くなったのって分かんないからね。
ちょっとずつ重くなるんで、一度に10キロも太ってくれればね、ああこれは太ったってわかるんですけどね。だから逆に痩せた時もそうだよね、痩せたって感覚ないよね、正直言って。一度に10キロ痩せてくれればね、ああ体重軽くなったなって思うけどね、そんなこと絶対ないしね。でも考えてみたらさ、普通に1歳ぐらいの子供おんぶして歩ってんのと同じだからね、そら重いわな。はい、そういうことで、今日もよろしくお願いします。どっこいしょ、よっこいしょ。あ、動画の方は一回止めますね。ずっと喋りっぱなしっていうのも、昨日も結構喋ってたんで、今日はちょっと、動画の撮影短めにします。よっこいしょ。はい、じゃあ動画の方一回止めます。よっこいしょ。はい、11時45分になりました。左側にね、作業服が置いてあると思うんですけど、そこからスタートしてね、このスコップの位置まで来ましたんで、残りあと半分ですね。全体の8割ぐらいまで進みました。まあ午後楽勝ってわけにはいかないんですけどね、まあ夕方の頃までやればほぼほぼ終わるかなと思います。はい、午前中の部これで終了になります。お付き合いありがとうございました。